終わりのうつけが相手とて手加減無用ぞ。完封なきまでに踏みつぶしてやれ。おじさまの怖さを思い知らせてやるのよ。天霊、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より田楽狭間への奇襲を企てておる。だが迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たるも堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。敵の奇襲に備え守りを固めておく。田楽狭間に二打を運び入れよ。ありゃ今川勢の二倍か。じゃあ、奪ったれ。盗っ人めが返り討ちにしてくれん。討ち死に参る。おお、完服捕まっつったり。敵将討ち取ったり。抑えた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがよ。鷲津砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。こりゃかなわ。みんな逃げるぞ。開門。織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、桶狭間への道は開いた。山に潜む敵の影とやらを確かめに迷おう。敵が引いた今が好機。全勝寺砦も攻め落としてしまえ。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。拙者が迷う。参る。討ち死に。切るのみ。参ろう。やはり桶狭間山に敵が潜んでおった。狙いは奇襲であろう。早々に潰してくれるわ。今川勢に見つかったか。なりゃ真っ向から切り込んでやるわ。吉本公とお見受けいたす。探す手間が省けたよ。その首いただいてくぞ。やめよ。この首うぬには釣り合わぬわ。私の意志戦場に示してみせる。拙者が参ろう。私が余計なことを言ったせいで吉本公には微塵も油断がない。このままでは兄上が。今川の将として尽くさば徳川も安泰。この目は若い。腹をくくられよ。だよな。どうなれや俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。討ち死に。拙者が参る。参る。討ち死に。まずは上々の戦果。この勢いのまま織田の羽虫どもを蹴散らしてやるがよい。参ろう。敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者かかれ。
な、敵襲だと。開門。ほう、ようやく尾張のうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。湧いた虫を踏みつぶし、苦戦している者を助けてやるがよ。なに、こんなところにも敵の伏兵だと。あちこちから敵が現れおる。利家殿、織田に敵すること不本意ながら、吉本公の義立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが、どうすんだ。今は寝返ることはできません。お相手願います。親しい相手と戦うのは辛いわよね。受けよ。義理堅い家康ならなおさらだけど、この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るのよ家康。みんな遅れるな。手はず通り動くんだ。敵兵の動きに乱れが見える。采配を振るう織田方の将、捨ておけぬ。道が開けたわ。みんな先を急ぐのよ。かかってまいれ。敵が東西に広がった今が好機。全軍撃って出よう。ここからが本当の勝負というわけね。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。届き者。これほどの兵を隠していたとは申せ。カムシがいくら湧こうと踏み散らすのみよ。開門。ここは引くほかあるまい。兄上が本気なら我らも本気で応えるのみ。押してまいる。家康たち、もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。使用敵将討ち取ったり。悔しい。ここまでか。さすがだな、頼もしい限りだ。采配を振るっていたのはあの者らか。速やかに討ち取るがよい。ヒューカ、刀の錆にしてやるわ。参る。よらば切るのみ。さっさ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。兵を落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うつぼだぞ。あんたの首を取りゃ前代未聞の大手柄だ。悪いが遠慮なく行かせてもらうぜ。待て、何やら猿の鳴き声が。向き、ちゃんと相手しやがれ。なんと見事な。つけごときがいかに手を尽くそうとも世には勝てぬ。それが乱世の断りに。もはや残された道はただ一つ。てめえ、吉本を撃つ。開門。拙者が参る。見つけねえ、出てきおった。皆の者、あの不届き者を討ち取れ。
が正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。虫けらが何匹群がろうが、今川は微塵も揺るがぬわ。どれ、余が直々に引導を渡してやろう。歩道を知らぬアホばかりよ。この首やすやすとは渡さんぞ。まず攻め立てよう。この吉本に勝とうなど少子戦だ。余と鵜の力の差思い知るがよいわ。てみろ、俺は必ずお前を超え、乱世の断りを壊し尽くすと決めたのだ。マイロにしては上々の戦ぶりであった。所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。